ザカリア・アラビアドは、オランダ・ユトレヒト出身のサッカー選手。アヤックス・アムステルダム所属。ポジションは MF。ユスブイリンキウシを経て、2004から05シーズンから PSV ・ヤ PS イントホーフェンの下部組織に所属。2009年に初のシニア契約を結んだ。2010年1月、2012年夏までの新契約を結んだ。同年2月25日。 UEFA ヨーロッパリーグのハンブルガー SV 戦でプロデビューを飾った。3日後の RKC バールバイク戦でジュジャーク・バラージュと交代で出場しエールディビジデビューした。4月18日に FC フロー人間戦で先発出場すると初ゴールを含むにゴールを決める活躍をした。2012年7月スポルティング CPA 移籍。2014年1月9日 プテス製2015年6月30日までの期限付き移籍が決定。2016年2月1日、フラム f c へシーズン終了までの期限付き移籍が決定。同年8月31日、スポルティング CP とラビアドは契約解除に合意した。2017年1月5日、FC ユトレヒトへ移籍。2018年5月14日、 アヤックス・アムステルダムは4年契約を締結したと発表した。U-17 オランダ代表として 2009FIFAU-17 ワールドカップに出場した。2011年に U-23 モロッコ代表でプレーした。2012年2月29日新前試合イブルキナファソ代表戦で A 代表デビューした。元チームメイトのイブラヒム・アフェレーを尊敬しており、 イブラヒムは自分のお手本であると言っている。ありがとうございます。